本年10月の消費税 10% への引き上げにより、2025年を念頭に進めてきた社会保障税一体改革が一区切りとなります。一方、団塊ジュニア世代が高齢者となる2040年を展望すると、高齢期の人口の伸びは落ち着き、現役世代の人口は急減します。こうした中で、将来の総就業者数を増やすとともに、少ない人手でも回る医療福祉の現場の実現を図る、これが重要な課題となります。このため、この本部においては、国民誰もがより長く元気に活躍できて、すべての世代が安心できる全世代型社会保障の構築に向け、2040年を見据えた今後の社会保障働き方改革について検討してきました。具体的には、高齢者を含め、働く意欲のある方々が多様な就労、社会参加できる環境整備、その基盤としての健康寿命の延伸、労働力の制約が強まる中での医療福祉サービス改革による生産性の向上、この3つを柱に検討を進めてきました。昨年秋以降、経済財政諮問会議や未来投資会議で積極的に改革の提言をしてきましたが、本日はこれまでの検討の成果の集大成となります。検討にあたっては、私自身、社会保障の殻に閉じこもることなく、農業、住宅、金融、食事といった他分野にもウィングを広げることが必要と考え、本年3月から全5回、農福連携、住宅政策、金融政策、健康な食事、創薬をテーマとして、大臣の政策対話を開催しました。関連分野の第一線で活躍している方々と、ざっくばらんな意見交換を行うことで、多くの提言や示唆を得ました。本部の取りまとめでの議論を踏まえた成果を反映しています。まず、第一のテーマである多様な就労社会参加については、2040年の人口構造に対応し、我が国の成長力を確保するためにも、より多くの人が意欲や能力に応じ、より長く活躍できる環境整備が必要となります。このため、70歳までの就業機会を確保、地域共生、地域の支え合いの実現、人生100年時代に向けた年金制度改革等の改革をしっかり前に進めていきたいと思います。この中で、就職氷河期世代への対応については、総理からのご指示を踏まえ、まずは厚生労働省として、就職氷河期世代活躍支援プランを取りまとめました。プランの取り組みを進めていくにあたっては、内閣府をはじめ、関係府省とも連携して、政府全体として集中的な取り組みを進めていきます。第2、第3のテーマである、健康寿命の延伸と医療福祉サービス改革については、本日プランを策定し、2040年に向けた目標を定めるとともに、2025年度までに、それぞれに、2025年までに、それぞれについて取り組むべき事項とその工程を示しました。プランに沿って着実に取り組みを進め、2040年に向けて、健康寿命を男女ともに3年以上延伸し、75歳以上とするとともに、医療福祉分野のサービス改革により、生産性を全体として5% 以上向上させます。本日の取りまとめを踏まえ、この夏の骨太方針、未来投資戦略に必要な政策を盛り込むとともに、今後の制度改正や概算要求等による具体化を図りたいと思います。また、社会保障が将来の安心につながるものとなるよう、社会保障の持続可能性を確保するために、これまで進めてきた給付と負担の見直しについても、引き続き検討を進めていきたいと思います。
関係局の皆さん、大きなチャレンジですが、しっかりと先を見据えて取り組んでいただきたい。で最後に私から付け加える、こうした2040年を展望した社会保障働き方改革をはじめとして、厚生労働行政を国民の期待に応えられるようしっかりと展開していくためにも、厚生労働省改革を進めていかなければならない。厚生労働省改革についての私の方針を提示したので、この機会を捉えて皆さんに伝えておきたい。まず、この厚生労働省改革についての3つの基本的考え。第一に、厚生労働行政の重要性。ミクロの国民生活の視点では、社会保障は国民が安心して生活を送るための基盤だし、雇用労働政策は国民が就労と生活の両面で生きがいを得られるよう支援するものだ。マクロの社会経済政策の視点では、社会保障は成長と分配の好循環のこの構造のど真ん中にあるし、働き方改革は一億総活躍社会の基盤となっている。厚生労働行政は両方の視点に広く関わるという点で、令和の時代で最も重要な行政分野となっていくと思う。第二に、このような中で厚生労働省に求められる政策、本日本部として取りまとめを行うこととなるが、人生100年時代を迎えようとする今、いわゆる団塊ジュニア世代が高齢者となり、高齢社人口がピークを迎える2040年頃を見据え、厚生労働省には人の暮らしを支える社会保障と働き方を一体で改革していくことが求められている。引き続き少子高齢人口減少社会のさまざまな課題に対応できるよう、柔軟な発想で新しい政策を打ち出していかなければならない。第3に、そのような厚生労働行政への国民の期待に応えるための厚生労働省改革。まず、厚生労働省の職員一人一人が国民の目線を忘れずに国民に寄り添った行政をできるよう自覚を持たなければならない。その上で、情報の共有、ルールの徹底、人的資源の適正配置など、厚生労働行政の重みに対応したしっかりとした組織のガバナンスを確立していきたい。厚生労働省改革には大臣である私が先頭に立って、職員全員が一体となって取り組んでいく。具体的には次の3点に取り組む。国民の期待に応えることができる厚生労働省へと変革するため、大臣官房の機能強化等を通じて組織のガバナンスを確立した上で、縦割りの弊害を除去し、社会保障政策と雇用労働政策を一体で横断的に政策立案が行えるよう、政策統括機能を強化する。合わせて ICT の活用、厚生労働省自らの働き方改革等の業務改革を図ることで、効率的に業務を処理して生産性を高め、国民の求める厚生労働行政を実現していく。業務改革については若手職員等からの提案も真剣に受け止め、改革に積極的に取り入れていきたい。組織的要求が必要となるものは要求を行っていくが、可能なことはできる限り速やかに取り組むこととしたい。本夏の定期人事異動においても、大臣官房の機能強化や政策統括機能の強化に必要な措置を講じている。さらに、2040年を見据えた社会保障働き方改革に向けた政策の検討を進めていくのに合わせ、そのような政策を担うにふさわしい組織の在り方についても検討を行っていきたい。以上。ありがとうございました。